問題11番音楽教室の事務室で女の社員と男の社員が話しています男の社員はこの後まず何をしますかあの、ちょっと頼みたいことがあるんだけど何でしょうか初級ギターのグループレッスンを受講している山田さんから電話があって 次のレッスンから曜日を日曜から土曜日のクラスに変更したいって。土曜も初級クラスは同じ木村先生が担当なんだけどね。じゃあ、まず希望するクラスが空いているか確認しましょうか。あ、それは大丈夫だった。ただ、テキストと先生が同じでも、クラスによって進む速さが違う場合もあるでしょ山田さんに次何をやるのかって聞かれて。はい。それで先生に電話して確かめてもらえないかな で、それを山田さんに伝えてくれる今日、私、早退するので。わかりました。山田さんへの連絡が済んだら、受講生の名簿の修正もしといてもらえると助かるんだけど。はい。男の社員は、この後まず何をしますか 2番公園で職員が花壇を作るボランティアの人に話しています。ボランティアの人はまず何をしますか午後のボランティアの皆さんよろしくお願いします。午前の方には雑草を抜いて花壇の整備をしていただきました。午後は花の苗を植えていただきます。 苗と苗は間隔を空けて植えていくので、今からこちらの職員が植える場所の目印をつけていきます。その間に皆さんには私と一緒にそちらの倉庫から花の苗を運んでいただきます。とりあえず花壇の前に置いていってください。その後、職員がつけた目印に合わせて苗を並べていきます。 ボランティアの人は、まず、何をしますか三番。女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生はいらなくなったものをどうしますか いよいよ卒業だね。国に帰るんで、家具とか電気製品、いらなくなるんだけど、どうしたらいいかな僕の場合は、アルバイト先の友達に譲るんだ。それはいいね。私のもまだ十分使えるから、捨てるのもったいなくて。この間、大学の掲示板で見たんだけど、先輩の家具を引き取って新入生にあげる活動をしているボランティア団体があるんだって。連絡すれば取りに来てくれるから、そこに寄付すれば、えー いいね。それか、リサイクルショップに売るっていうのもいいよね。ああ、だけど、電気製品の古いのは買い取ってくれないかも。そうなんだ。あ、インターネットでの販売はどう写真載せて、買いたい人と直接やり取りするやつ。お店まで持っていく必要がないから、楽でいいかなって思ったんだけど。ああ、それは避けた方がいいと思うよ。受け渡しとかお金のこととか、トラブルもあるって聞くし。 そっか。やっぱり、新入生に喜んでもらうのがいいんじゃない手間かかんないし。うん。じゃあ、そうしよう。女の留学生はいらなくなったものをどうしますか 4番大学で学生と先生がスピーチの原稿について話しています。学生はまず原稿のどこを直しますか先生、昨日スピーチの原稿を送らせていただいたんですが。ああ、はい、見ましたよ。いかがでしょうか全体の構成があまり良くないんじゃないかと思うんですが。うん、構成は悪くないと思いますよ。 わかりやすく書けていますし。ただ、導入の部分、詳しく書いてあっていいんですが、全体の長さを考えると、もう少し簡潔にした方がいいですね。あ、長いですか。真ん中の私の経験を書いた部分も、もう少し短くした方がいいでしょうかうーん。具体的な経験が書いてある部分は大事なところなので、このままでいいと思いますよ。そうですか。 最後のまとめの部分はどうでしょうか自分の意見をまとめてあってよくかけてますよ。ここはもう少し長くてもいいような気がしますが、全体がこれ以上長くなると良くないので、とりあえずこのままにしましょう。はい、わかりました。じゃあすぐ直します。ありがとうございました。学生はまず、 男の人と女の人がコンピューターを見ながら飛行機の席を選んでいます。男の人は どの席を選ぶことにしますか男の人です。この白いのが空いている席ってことですよねああ、そうだね。窓側がゆっくりできるからいいんだけど、並んで座れるところあるかなできれば打ち合わせもしたいし。そうですね。一つが窓側で、しかも並べるところですと、一番後ろになりますね。でも、 一番後ろって座席が倒せないから苦しいんだよね。ああ、そうなんですか。じゃあ。あと、並んで座れるのはこの通路側のところですね。うーん、仕方ないか。窓側だと、ここに一つ空いてますね。うん。私はその斜め前の席にしますよ。もしかしたら、 私の隣の人が課長の席と変わってくれるかもしれないですからそうだねそうしたら並べるかじゃあそうしよう男の人はどの席を選ぶことにしましたか 問題二。一番女の人と男の人が話しています男の人がうちでトマトを育てているのはどうしてですかこれ何トマトだよ最近作り始めたんだへえー 美味しそうね。でも、どうして農薬とか心配だからそうだね。外で買う野菜はたくさん農薬がかかってるから、うちで作った方が安心だっていう人も多いよね。でもまあ、僕はあまり気にしてないんだけど。へえ、じゃあ、家計の節約 <laughs> これくらいじゃ節約にならないよ。これは、 息子が何か野菜を作りたいって言ってやってるんだ。へえ、確か小学生だよね。すごいねー。男の人がうちでトマトを育てているのはどうしてですか 2番 2> 大学で女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうしてアルバイト先をレストランに変えたと言っていますか高橋くん、今晩一緒にご飯食べに行かない悪い。夜はレストランでウェイターのバイトなんだ。あれ 高橋くん、塾の講師やってるって言ってなかったうん。これから就職の準備で忙しくなるから、今月からバイト変えたんだ。塾は時給もいいし、楽しかったんだけどね。塾のシフト減らしてもらえばよかったんじゃない塾で一緒に働いてた友達にもそう言われたんだけど、塾って決まった曜日と時間空けておかなきゃいけないでしょ面接が入ったり、先輩と会ったりするから、 スケジュールが流動的でも対応できる方がいいと思って今のバイト先は一週間ごとに予定を提出すればいいんだそっか新しい仕事だと覚えることも多くて大変そうだねまあこれもいい経験だよ男の学生はどうしてアルバイト先をレストランに変えたと言っていますか 3番大学の日本語のクラスで先生が留学生に話しています。先生はレポートで何ができていない人が多かったと言っていますかこの間書いてもらったレポートを返します。環境問題について自分の考察を書きましたね。引用した資料は 皆さん信頼できるものを使って書けていました。ただ考察が自分の考えなのか資料にある文を引用したのかが曖昧なレポートが多く見られたので次からはこの点に気をつけましょう。授業で注意した文体の統一については話し言葉が混ざることはなく書けていました。前回は決められた文字数を超える人がいましたが今回は皆さん決められた文字数の中で うま,くまとめられていました先生はレポートで何ができていない人が多かったと言っていますか フリーマーケットの会場で女の学生と男の学生が話しています。二人は明日新たに何をすることにしましたかフリーマーケット一日目お疲れ様。服予想以上に売れたね。うん。シャツとかズボンとか服の種類、サイズ別に分けて見やすく並べたのが良かったんじゃない そうだね。明日はどうしようか。今日、隣の店が色ごとに分けてたのを見て、見た目綺麗だから、あんな並べ方するのもいいかなって思ったんだ。うーん。色の種類がそんなにあるわけじゃないし、そこまでしなくていいよ。それより、値段もう少し高い設定でもよかったかも。でも、お客さん喜んでくれてたよ。値札は変えなくていいんじゃないじゃあ、そのままでいいか。そういえば、 値段が高いのから安いのまでごちゃごちゃに置いてたのは良くなかったかもしれないね。そうだね。サイズ別に分けて、それをさらに値段の順番で並べてみるお客さんにしたらその方がいいかなじゃあ、明日の朝早めに来て取り掛かろう。二人は明日、新たに何をすることにしましたか 5番。ラジオでアナウンサーが店の紹介をしています。この店で売っている箱には何が入っていますかえー、今朝は最近話題になっているお店に来ています。お店に入りますと、まるでカフェのような落ち着いた雰囲気です。店内にはプレゼント用の箱が並んでいます。 お菓子が入っていそうな箱や宝石箱のようなものもあります。私もまさかこの箱に花が入っているとは思いませんでした。カフェのような店ですし、箱にはコーヒーが入っていると思われる方も多いそうです。この店で売っている箱には何が入っていますか 6番。ラジオで女のアナウンサーと社長が話しています。社長は今、どうやってストレスを解消していますか田中社長、経営者という立場はストレスが多いと伺いますが、どうやってストレスを解消していらっしゃるんですかそうですね。若い頃は仲間と一緒にサッカーをして一杯やって、 翌朝にはすっきりストレス解消していました。ああ、サッカーですか。最近は友人がランニングを始めて体にもいいし汗を流してストレス解消にもなるからって勧められたんですけど、なかなか。で、毎日1時間ほど歩くことにしてみたんです。そうですか。家内も一緒に始めたんですよ。体を動かしながらいろいろ話をするようになって、それが結構楽しくてね。大抵の嫌なことは忘れられるんです。 今では家族と旅行に行った時も旅行先で楽しんでいます社長は今どうやってストレスを解消していますか 問題3 1番学校の事務室で事務の人と学生が話していますあのジョンです。事務に来るようにという掲示を見てきました。あはいジョンさんですね。あの何でしょうか。授業料は先日支払いましたけどそれとも。 奨学金のことですかあ、奨学金はまだなんですけど。あ、はい。あの、ジョンさん、金曜日の佐藤先生の授業を取っていますよねはい。その、先生が、あさっての金曜日、急にご都合が悪くなり、日程を変更したいというご連絡があったんですが。あ、はい。あの、来週の金曜日に3時間続けて授業をなさりたいそうなんですが、 大丈夫ですかあ、はい。金曜日は先生の授業だけですから。そうですか。他の学生も問題ないそうですから。じゃあ、そういうことでお願いします。はい。事務の人の話の内容は何でしたか ?1。1> 担当教師の変更について。 二、奨学金の結果について。三、授業料の支払いについて。四、授業の日程の変更について。二番、女の人と男の人が、 映画を見た後で感想を話しています。いい映画だったね。うん、そうね。良くなかったのいや、そういうわけじゃないんだけど。そう。なんか、いい映画見ると気持ちが暗くなることってないええー、そんなことないよ。あ、そう僕は、自分の人生って何なんだろうとか。 考えちゃうんだよね。で、こう気分がね。うーん、そうなんだ。じゃあ、良くない映画だったらどうそりゃ、無駄な時間使ったなって暗くなっちゃうよ。なんだ。じゃあ、良くも悪くもない映画見るしかないね。いや、そりゃやっぱり、いい映画見たいよ。 男の人はこの映画を見てどう感じましたか 1, ?1 映画が良かったので気分が沈んだ <S 2, 2 <S 映画は良くなかったけれど楽しかった3映画が良くなかったので暗い気持ちになった4 映画が良くも悪くもなかったので楽しくない3番番テレビ番組でスポーツジムなどで体を鍛えて筋肉をつけようという方からトレーニングをしても思うように筋肉がつかないという声を聞くことがあります。おそらく やり方が適切でないのでしょう。運動量が多ければいいというものではありません。どのトレーニングも基本的なやり方としては1セット10回、間に2分程度の休憩を挟みつつ2、3セットやるのが効果的です。やりすぎは体に疲労が蓄積され逆効果です。また、一度トレーニングをしたら48時間ほど時間を置いて筋肉を休ませることも大切です。 スポーツジムの指導員は何について話していますか 1, ?1 トレーニングを続けることのメリット 2, 2トレーニングの効果的な方法3一日のうちでトレーニングに適した時間4

今年のテーマは家族です。多数の応募があり、その中から大好きなおじいさんとの交流を書いた小学5年生の小林健太さんの作文が最優秀賞に輝きました。おじいさんと交わした会話や一緒に遊んだ時の様子が目に浮かぶように鮮やかに描かれ、おじいさんがどんな人なのかがよくわかると評価されました。作品は桜新聞のホームページに掲載されていますので、 ぜひご覧ください。アナウンサーは、この作文コンクールの何について話していますか ?1。開催している目的。2。2> 受賞者のコメント。3>, 3。最優秀賞に選ばれた作品。 四次回の応募方法五番テレビで女のアナウンサーと動物学者がある鳥について話しています本日は鳥の研究がご専門の伊藤先生にお越しいただきました よろししくお願いします先生ペットとして飼われている鳥の中には「こんにちは」と言うとこんにちはと返してくるような鳥がいますよねええそれは話しているように聞こえるんですが話しているわけではないんですよそうなんですかそれらの鳥のメスは自分と似た声のオスとカップルになろうとするためオスはメスの声を真似して相手にアピールするんですはあ そしてカップルになった後もオスは関係を深めるためにさらに似た声で鳴くようになりますペットの鳥の行動についてもこれと同じように考えられます飼い主に愛情を示しているのだと思います動物学者はこの鳥の何について話していますか 人の言葉を理解する能力。二、記憶力の良さ。三、飼い主との共通点。四、人の言葉を真似する理由。 問題4一番金曜日締め切りのレポート間に合いそう ?1 やっぱり書くことになったよ 2, 2日本文学についてまとめたら 3, 3徹夜で頑張るしかないよ 2番、2> ゼミの発表、うまくいかなかったからって、そんなに落ち込むことないよ。1、落ち着いてるように見える ?2、2> ありがとう、気持ちを切り替えなきゃね。3>, 3、不満言われても困るよ。 3番。漢字のテスト、明日なのにまだ全然覚えてないよ。テスト、来週になったらいいのに。1。テストの日、来週に変わるの 2>, ?2。来週にはならないでしょう。3。3> 来週になってよかったよね。 4番先週メールでお送りした出張の報告書。課長ご覧いただけましたか ?1 見てもらえたんだ。よかったね。2, 2急いでるから早めに出して。3, 3ごめん、まだ見てないんだ。 5番。あ、佐藤さん、こんにちは。こんなところでお会いするとは。1>, 1。本当偶然ですね。2。2> わざわざ会いに来てくれたんですか ?3。あ、じゃあ、ここじゃないところにしましょう。 6番。文化祭での僕たちのイベント、森先輩のアドバイスなしには成功しなかったよね。1。1> 森先輩はアドバイスしてくれたよ。2>, 2。ほんと、森先輩に感謝しなくちゃね。3。だから成功しなかったんだね。 7番。村田さん、部長がこの前の村田さんのプレゼン見て大したもんだって言ってたよ。1>, 1。ああ、部長厳しいですね。2。2> え、部長が褒めてくれたんですか ?3。曖昧だったのはどこですか 8番、急なんだけど、あさっての出張、小野さんの代わりに行ってくれる ?1、1> 小野さん、どうかされたんですか 2>, ?2、小野さんと一緒に行けばいいんですね。3、小野さん、どなたと変わるんですか 9番。先生、希望の会社に就職できるかどうか不安でしたが、何とかなりました。1。1> それは心配ですね。2>, 2。そうですか。よかったですね。3。まだ諦めちゃダメですよ。 10番、君の企画書、興味深く読ませてもらったよ。1、何かご意見いただければ嬉しいです。<S 2, 2、すぐに書き直してお持ちします。3、ぜひご覧になってみてください。 11番。あのー、すいません。サンドイッチ頼んでからだいぶ経ってるんですけど。1>, 1。すみません。ただいま聞いてまいります。2。2> すみません。すぐご注文をお伺いいたします。3。すみません。もう結構です。 問題51番市の図書館で館長と職員2人が図書館のサービスについて話しています最近図書館の利用者数が伸び悩んでいるので市民にもっと利用してもらえるよう何かできることはないか考えてみたいと思います今 ポイントカードを発行して貸し出し数に応じてポイントをつけてますよね。ポイントがたまったら文房具をあげてるんですけど、あまり喜ばれていないように思うんです。品物を変えてみてはどうでしょうかそうですね。他に何か案はありますかあとは、もっと楽しく本を借りてもらえるように、2、3冊袋に入れて貸し出すのはどうですか本のタイトルを秘密にして。 どういうことですか恋愛とか冒険とかテーマに沿って本を集めて数冊袋に入れておくんです。どんな本が入っているか袋を開けるまでわからないようにして。なるほど。でも、それだと読んだことがある本が入ってるってこともありますよね。その時は交換できるようにしたらいいですよ。あの、まずは今やっている館内の見学会をホームページとかでもっと宣伝するのはどうですか うーん。これまでも、ホームページやチラシで、十分宣伝してきてますからね。それなら、親子で参加できるイベントを増やしたらどうですか今、定期的にやってる工作や折り紙の教室、いつも人気で定員いっぱいですよね。うーん。そうすると、イベント当日は職員の数を増やす必要が出てくるし、準備の負担も増えますね。ポイントカードの制度は、経費がかかるから、 この際やめてもいいかなって思ってるんです。今回は手間も経費も少なくて済みそうなさっきのユニークな案試してみましょう。図書館の利用者を増やすために何をすることにしましたか ?1 ポイントと交換する品物を変える二、 テーマごとに本を袋に入れて貸し出す。3. 見学会の宣伝に力を入れる。4. 親子で参加できるイベントを増やす。 市民運動公園で係の人がイベントの説明をしています本日の防災フェアは4つの会場に分かれています第1会場の体育館では災害時怪我をした際の応急手当を実際に体験できます第2会場の運動場ではヘリコプターの離陸訓練をご覧いただけます先着10名の方は実際にヘリコプターに乗ることもできますただし 18歳以上の方に限ります。えー、それから、第3会場の駐車場では、消防車を展示しており、運転席に座ってみることができます。第4会場のプールでは、午後1時より服を着たまま泳ぐ訓練をご覧いただけます。各会場での体験や見学を通して、防災について学んでいただきたいと思います。へー。 いろいろあるんだね。ヘリコプターなんてなかなか乗れないから乗ってみたいな。行ってみない私は高いところ苦手だから、下で見てるね。えー、じゃあ消防車にしようか。せっかくだから乗りたいのに乗ったら先着順だから、急いで行こう。わかった。他にどこか行きたいところある服を着たまま泳ぐっていうの興味あるけど、あと3時間もあるから、応急手当はどう役立ちそうだし。 そうだねじゃあ次はそれに行こう質問12人はまずどこへ行きますか質問 次にどこへ行きますか